その光景はとても人間らしく思えた。おい海君、またお前それ間違ってるぞ。最後にしてはとても人間らしく思えた。そんな中、バッティングセンターに通うある一人の男がいた。おい、あんちゃん。おい、聞いてんのか。お前さっきからなんでバンドばっかしてんだよ。この地球が終わるって時には最後なんだぜ。どうせそれも思い切ってホームラン狙えばいいじゃん。人生最後の思い出作りってやつでさ、俺はあと1ヶ月でこの地球が滅びるなんて思っちゃいない。だから俺はバッティングセンターで隕石を押し返す練習してんだよ。生きること諦めてるんだよ。好きな子がいるから。お前何バカなこと言ってんだよ。そのバッティングセンターに通ってた誰もがそいつのことをバカだと思った。あの兄ちゃんまたやってるよ。マジバカ見て、もう地球終わんのにさ、やめてくれよ。諦めてたまるかよ。誰が笑ったって、生きてるうちは俺がやりたいんだよ。生きてたいんだってば。バッティングセンターに通ってた誰もがそいつのことを笑った。でも誰もが同じようにそいつがもしかして打ち返すんじゃないかってほんの少しでも思った。憧れだったホームランバッター、俺も今その打席に立った。なんだよあいつは今頃夜勤のバイト。あ、俺はここで地球最後の日にバント。ロスタイムあと何分、残された時間は本当にこれで終わり。あーちゃん早く逃げろ。何やってんだよ。もう地球はダメだ、早く逃げろ。この地球がなくなる前に俺のなんて、このバットをくれた友人が言ってたよ俺に。人生は楽しいってそう言ってあいつは死んでったよ。生きたいのに、生きたいのにあいつは死んでったよ。いや、人生は楽しい、それみんなに言えることなのかな。隕石が落ちてきてホッとするやつもいるんじゃないかな。だって人間ってさ、そうでしょ。大学まで友達だったのにいきなり銀行員になったかと思えば人の戸籍謄本は勝手に載せるし、それ見てお前ちはあと20年は大丈夫だな、なんかあったら俺んとこの銀行から金借りればいいよっていうようなやつばっかじゃんか。それじゃ人生は嫌なことがあることは当たり前かもしんないけど、いつかお前らに生きててよかった、生きててよかった、生きててよかったって心の底から人生楽しかったって俺が言わしてやるから、俺に全部任せて笑っとけよ。中が世界の終わりくらいで終わりなの、ここに残って何かを守って誰かを救う。そんなんなくてもただ生きたい。Yeah!
石の落下を免れた地球。あっけないほどにそっからもまた1ヶ月が経った。びっくりするかもしんないけど、本当に何事もなかったかのように、みんな学校に行き出したり会社行き出したり、いつも通りの日常ってやつが戻ってきたんだ。でもちょっとした変化もあって、それは例えば家の近くのバッティングセンターになんだか見知らない銅像が立ってて、しかもその銅像はホームランバッターみたいにかっこよく構えてるわけでもない。その銅像はなんだかすげえ怖がって身をぎゅっと縮こめて、それでも何かを守るように誰かを救うようなバントの姿をしてたんだってさ。ありがとう、ライフイズパーティー。人生楽しい。